MT-01、とりあえずですね、いや、クイナ交換ですね、はい、取ってまいりました、はい、ね、こんな風に汚いね、さすがにこれはちょっと変えないとまずいですよね、はい、ということで、はい、じゃあヤマハ純正ですね、はい、これあれじゃなくて頼めないんですよね、やっぱり車載番号で頼む感じですね、さあこれが新品ですよ、ビスカスですよね、ビスカスタイプ、はい、こちらが新品のエアクリーナーエレメント、そしてこれがついていたエアクリーナーエレメントね、裏側も黒、ちょっと黒い感じがしますけどね、はい、あとスポンジ、ウレタン系のスポンジついてますけどね、うん、ね、これが定期的に交換するというものではないでしょうか、かみたいなね、あ、ピシッて入る、ピシッて、 こっちね結構スカスカなんですよ、スポスポなの、うん、全然違う全然違う、やっぱりね、そりゃそうですよね、丸っきり一緒じゃね、それぐらい下手ってるとね、あの辺りも下手で、スポンジとかも下手ってんじゃないですか、あれなんか入らないよ、もっと奥まで入るのか、これがもうビシッと奥まで入るんだ、それでこれで押さえてね、ね、はい、ちょっと待ってよ、あ、関係ないですね、はい、関係ない、そうしましたら、ネジ、ネジですね、はい、ネジ、これを取って、ね、いやー、寒い寒い、うん、だいぶ寒くなってましたよな、ね、2、4、5、5本ですか、1、2、3、4、5、5本、ね、これ、タッピングタイプの5本で止まってますね、よし、もうパパッと閉めちゃいましょうね、狭いな、これ危ないな、で、この辺りはちょっとやりづらいな、これ短くてやりづらい、そう、うちの販売価格に入ってます、はい、やっぱりね、これとあとプラグですか、あとまあこれの場合はタイヤの溝がなかったんで前後タイヤね、あとブレーキがどう見てももうブーストがボロかったんでね、あと 色もフルードの色もなんかね赤っちゃけたりしてたんで、うん、まあそれをね開けて、やっぱ開けなきゃダメだってね、そういうのもみんな入ってます、はい、それでの販売価格でしたから、後ろのブロワーはさすがに、ね、これはちょっと入ってなかったんですよ、はい、なんで、まあ、決してね高い金額ではないなと、売る側は思うんですけど、後からそんな作業をやったらうちはできないですけど、これはね、分解整備になっちゃうんでどっかに持ってかないよね、どっかじゃない、そうね、だからちょっとあれなんですけど、まあ、そういうのもあって やるようにしてるんですよね、先にね、販売してから何かあるとうちじゃちょっとできませんなんてね、販売した車両でうちじゃできませんはちょっとね、さすがにあれですから、まあそれがねやっぱり何年も経ってれば話は別だと思うんですけど、まあいずれにしても、うん、そうですね、で、何でしたっけ、ドライブレコーダーをつける都合上配線通さなきゃいけないですね、配線これどこ通すっていうんですかね、下ここら辺からこう通すんだ、純正はね、これこう、ここのフレームがこういうの2つあってこう両方から組み合わさってるみたいですね、うん、あれを見るとパーツカタログを見るとね、ステムとかどうなってんだろう、そんな、そんなできるのかな、ステムのとこでも分割になってないですよね、もっとやっぱり1個でこう
来てるんですかね。これアルミですよね。ドライブレコーダーが、ちょっと待ってよ。ドライブレコーダー、これか。MT の方でお預かりしてるのはこちらです。他にも預かせてやる。これはもうさすがにもう使えないから、不燃ごみですよね。で、あれゴミ袋入んなかったよ。ちょっとゴミ入んな。で、これがいろんなのがありますね。ドライブレコーダーもね。で、このコントローラーっていうか、これをどこにつけるかっていうね、高圧洗浄機等で洗わないでくださいけど、これこっち側にこう来てるからね、こっち側に左側につけたいですね。右側にっていう話だったような気がするんだよ。で電ゴついてるから、うわー、どうなってるんだこれは。カメラが電ゴみたいなので、どうなってるんだ。これがカメラか。配線を通さなきゃいけないですね。うわ、いっぱいあるな。なんだろう。これがこう、なんかこう、こうなるのか。んで、あ、ハンドルに固定するんだ。ちょっとね、結構いろいろあるみたいで。ちょっと大変ですね。まあこれはとりあえず後で、はい。で、こちら後ろ取り付けとりあえず やらせていただいたんですよ。で、ブロワーですよね。はい。で、部品がちょっとまだ足んなくて、これナンバーとナーで止まってないんですけど、ここに板状のナット、クリップナットってなんていうんですかね、ありますよね。それを入れて、はい。でこれを止めて、でカバー上にね、カバーがつくんですけど、はい。でこれがね、純正のリアフェンダーですね。はい。こんな感じになるようでございます。はい。上から見ても、上はもう一緒です。止める場所がね、ネジしかないんで一緒です。はい。で、下から見ていただくと、ここにこれですね。これ。これがブロワーで、モーターがここに中に入ってて、回転して、こう空気をね、吸い込んで、で、この辺ですね。両脇に風を送って、そして、ここのマフラーのカバーの周りからこう、出てくると風が、量は方ともね、はい、そういう作りになっているそうです。そうです。どうなんですかね、はい。で、あとですね、ちょっとね、これ見てスターターモーターがここにあるんですが、このスターターモーターを外すためには、なんとですね、向こう側にオイルタンクがあります。オイルタンクを外さないとスターターモーターが抜けないようになっているようでございます。はい。そういう作りなので非常に厄介ですね。はい。だからこのオイルパイプがね、こう繋がってるじゃないですか。このオイルパイプ途中でジョイントになってるんですよね。ここがね、こういうところがね、それ外して、オイルタンクを外すっていう作業になるんですかね。ですよね。で、やっぱり外してしまった以上はオーリング変えないわけにいかないですよね、そこの部分のね。で、下もやっぱりほらこう繋がってるんですよ、ここで。向こう側とね、オイルフィルターはここ確かここら辺についてましたよね。これね、これね、非常にね、ちょっと見ない作りですよね。はい。なんとなくっていうか、おそらくそうじゃないかって気がするんですよ。セルを押した時にね、カチッっていうだけで回らないから。セルブラシがもうなくなっちゃってるんじゃないかな、減っちゃってるんじゃないかなっていうね、そんな気がするんですよね。で、場合によっても回りますからね、元気よくね。で、あとクラッチのマスターですね。それの入れ替えをして、はい、レリーズここにあるんですね、これね。はい、こうね。いや、エンジンいいですよね。見てるだけでなんかこう、
いいですよ。かっこいいですね。あ、これは、これアルミかな？冷たい。これアルミです。ね。ここはもう、あの、なんか、プッシュロッドが入ってるんですよね。なんかこれだとここは回転しそうですよね。これがね。うん。これ回転したら面白いんですけどね。これ透明の筒でもいいですよね。プッシュロッドが2本見えたりしたら面白いんです。これ動いてるのね。ベベルギアって言うんでしたっけ？なんかね、あのドカティとか、透明のカバーみたいなね、あったりしますよね。まあ、とりあえず、うん。少しずつ少しずつできてますんでね。はい、あと、今日はオイル、ブレーキフルードを入れて、はい。残りのブリーザー、はい。持って帰ってきましたんで、はい、1個ね、800円がした。高い！高い！なんでこんな高いんだろう MT のは。わかんないですね。ちょっと高いですよね。なんで、っていう感じだったんですけど、うん、とりあえずね。で、あと、まだちょっと部品が、なんですかね、足らないんですよ。なんでその部品はちょっと注文させていただきました。ね、住友製、住友用ですよ。住友のキャリパー用ですよね。これ、ちょっと高めでしたね。うん。そう。ビニール。こんなね、あんまりこう、こんな放送にこだわんなくてもね、過剰放送は良くないですよ。ちょろちょろでいいんですよ、こんなの。ね。これやっぱり変えた方がいいんですよ、これ。でね、これトルクすごい弱いじゃないですか。でも弱いと盛りますよね。あんまりね、うん、でついこうちょっと強めになっていく、だんだんね締めていくたびにね。でここにちっちゃい穴開いてるじゃないですか。こういうのはここからフルードが、まあ、エアを抜くためにね、こう通してこっちから抜くじゃないですか。こういう向きで大抵ついてますけど、でこれあんまり強く締めるとこう潰れるんですよね、この部分ね、空洞になってるから。で穴が開いてる分やっぱ弱いみたいで、ここにシワ寄せて最終的にこう潰れて穴が塞がっちゃうんですよ。過去にあります。緩めてるのに出てこないんですよ。何にも。で、踏んでもね、抜けてる感じしないわけですよ。あれ、おかしいなと思って外したら、もうここが潰れちゃってて、通らない。っていうのありましたよ。はい。だから、まあ、締めすぎはダメなんですけど、まあ、あと、やっぱこれ、錆びる。ちゃんと、こう、処理しておかないと、ここのフルード残ったままとかね、うん、この辺なんかちょっとついてたりとかね、うん、なので、そのあたりをちょっと、まあ、交換するのが一番いいです。こういうのもね、一個一個あれしてると結構お金が、あー、シールテープ巻いてやったりもする時はあるんですけど、どうなんですかね、シールテープね。このネジのところ、うん、結構ピッチが荒いのでここを通るんですよね、エアーがね。だからエアーでこう吸っててもコンプレッサーでこうエアー抜きするとき吸うんですけど、こっからやっぱり吸ってるみたいで、エアーをね、こっから出てくるのがあんまりこう、エアーが送られてくるっていうね、これになっちゃうんですけどね。そんなところでですね、ちょっとね、うん、だいぶ、うん、完成には近づいてきてるんですが、あとはちょっとこのドライブレコーダーですね、これの取り付けがどういう風になるかですよね、うん、どうしても、あとフェンダー、前はどこにつけるんですかね、カメラね、どこにつけるっていう話だったかな。フロントフェンダーの先端とかがね、まあ、場所的にもし映すならあれなのかもしれないですけど、あと振動が大きいからどれぐらいちゃんと撮れるかどうかですよね、映像はね。そうなんですよ、車用のドライブレコーダーとかをオートバイにつけるともう揺れちゃって全然
映像として見られないようなありましたね。試しにつけて走ってみようと思ったら、GoPro とかだったらね、もうこうやったって普通に撮れるじゃないですか。だからそのあたりでどうなんですかね。はい、こういう感じでだんだんと、うん、いい感じになってきましたね。はい、MT-01、はい、やらせていただいておりますんでね、もうちょっとお待ちいただいて、はい、楽しみにしていただければと思います。はい、あと金ザルですね。金ザルなんとかしないと。フロントのとこからグリスが持っちゃってだから、そのグリスね、やっぱそこもちょっと綺麗っていうね、あれなので。でもあれ結構でもほとんど乗られていないのでっていうことなんで、どうなんですかね。うん、ずっと動いてればやっぱり中のこうブッシュとかがダメになってくるっていうね、あるじゃないですか。であそこの部分だけ売ってるんですよね、あのデートナさんとかね、あと社外でもいっぱい売ってますね。でも新品でも片側6800円ぐらいでしょうね、一式ね、中身。あれどうなの、それ入れ替えた方がやっぱりいいんですかね、モンキーってね。ちょっと私も触ったことはないんで、モンキーほとんど、はい、タイヤ交換はしたことがあるような気がするんですけど、あんまりね。まあ、やっぱりモンキーで自分でやるとかね、うん、あとそのあのフロントフォークはあんまりこうノーマルのはね、うん、交換しちゃうとかそういう方がいらっしゃると思うんで、うん、まあ、あれスクーターと一緒ですよね、考え方はね。スクーターもああいうフォークですもんね、うん、トゥデイとかね。ああはい、ということでね、今日は男性 DS でしょ、うん、150ね、乗って帰られましたね。はい、ありがとうございます。あと KLX、 はい、ちょっとで、またお願いしますっておっしゃって、年明けてね、まだちょっとブレーキとかいろいろありますねっていう話でね、うん、はい、なんで、あ、それで、ね、ありがたいことにちょっとね、はい、リポでしかもゴールドをいただきましたね。はい、そう、これでたまに飲んで元気をつけさせていただきたい。あと店長にもね、ちょっとおやつをありがとうございます。ね、店長ね、はい、元気いっぱいですけどね。ありがとうございます。今日はうちのが洗ってました。お風呂に入れてました。はい、なんでちょっとさっぱりして、はい、部屋の中にいるんじゃないですか。もう下にいるかな、どうだろう。おとなしくしてりゃね、部屋にいさせてあげるみたいなんですけど、まあまあそうなんですけど、いかあげるみたいの変ですけど、うん、うん、いるんですけどね。暴れ回る時あるでしょ。そうするとさすがにもうちょっとね、まあ、いい加減にしろよっていうことになるみたいな、なっちゃうんですよ。なっちゃうんですよ。なるみたいじゃない。なっちゃうんですよ。うん、で、お部屋に連れてかれると、ね、そう、彼の部屋に入れられちゃうっていう、なっちゃうんですよね。はい、ということですね。はい、本当にもうね、店長はね、おやつには本当困ってないですね。ありがたいことに。贅沢そうなんです。ありがとうございます、ね、はい、ということで、とりあえず今日はあとちょっとこれブレーキフルを入れて、うん、ブレーキは普通にできるようにして、っていうことをやって終わりにしたいと、はい、思います。ということで、店長さんチャンネル、またお付き合いいただいた皆様誠にありがとうございました。失礼します。